レッドのコッカーです。本日はですね、2023年初の上桂川の方に来てます。先週解禁だったんですけども、仕事の都合でちょっと来れなかったんで、個人的な解禁は今日からという感じです。で、今日ですね、2回目の放流が行われてるんですけども、どうも餌釣りの方に聞いた話ではあまり釣れてないみたいです。で、どうももっと下流でですね、放流があったみたいで、この辺はちょっと厳しいのかと思いますけども、しかも午後からの兆候なんでどうなるか分かんないですけども、頑張りたいと思います。で、本日タックルの方ですけども、天竜のレイズの4フィート10インチ UL で、リーの方は22アルデバラン BFS を使ってます。ルアーはまずメテオラで行こうと思います。ちょっと水はやっぱり多いですね。雪白なのか、結構アングラーの方多いですね。餌釣りの方もいますし、餌釣りの方が、ね、圧倒的に多いんですけども、ルアーの方もいます。ルアーをパームスのベアトリスにチェンジして狙ってます。来た、よし来た、逃げられた、逃げられた、なんてこった、残念。来たんすけどね、ベアトリスすごいですね。結構ね、これ最近お気に入りで、去年あれですよね、後半から投入って感じ、終盤ですね、投入して、で主に北の濃密放流区ですね、あそこで活躍してくれたんで、これね、いいと思います。ベアトリスちょっと珍しいですよね、ジョイントの。食い浅かったか、さっきの。ちょっとあれですよ、ランディングしたらフックから外れちゃって、そのまま逃げられました。追ってきてるの見えてたんでね、そうかと思ったら食いましたね。さっきの個体が活性良かったのか分かんないですけど、割と早めのアクションでも反応してくれましたね。そんなに巻く速度はね、速くしてないんですけどね。惜しかった、本当。ベアトリスね、標準のフックがシングルなんですけども、今までバレとかなかったんで、ちょっと油断してましたね。やっぱりちょっと、一旦上げちゃってね、テンション緩んじゃうと、ああいうことになっちゃうんで、やっぱりしっかりランディングしとかないとダメですね。どうでしたか？ヒゲばっかりですね。え？ちっちゃいヒゲピンばっかり。ああ、ね、ここ天然のちっちゃいの多いんでね、結構ね。逃がすやつばっかり。だからもう先行ってください。上桂川ですけども、今年からですね、釣り付けの方を導入されてまして、ネットとか、スマホで旅券買えるようになってます。私も今年は、ネットで買ってます。その方がですね、なくしてもまた印刷できるんで安心っていうのはあるので、
あと、クレジットカード分お得ですし。関西ですとね、京都の漁協さんとか割と積極的に釣り付けの方導入されている印象です。またあれかな、さっきの一本が悔やまれるパターンかな。まあ去年はね、私も去年ここ来てたんですけども、その時はですね、今年と同じで、解禁日は行けませんでした。で、2週目から同じように来てるんですけども、その時は3連続で坊主でしたから、今年はね、そういう意味だと魚出たんでね、全然やっぱり違うって言えば違いますけど、ここ来るのもね、もう今年で3年目になるんですけども、なかなかやっぱりこのシーズンは厳しいですね。ボトムノックスイマーで狙ってきます。早いな、なんかね、思って、切れてないかもしれない。困った時の ARS、ついてこない。やばいな。もうちょっとで寺谷川との合流っていうところまで来てます。まあちょっと寺谷川入るかどうか。あ、チェイスしてた、ぼーっとしてたよ。これね、釣れそうな雰囲気なんだけど、このね、実績結構あるポイントなんですよね。あ、来た来た来た、あ、バレた。あ、追ってる追ってる、チェイスしてる。食え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 よ、帰んなよ。くっそー、二段構えのあれでしたよ。バラしてチェイスがあって、うわー、もうばっか、二段構えのチャンスを逃すとは。もうダメかな。あ、おとるとる、あ、逃げた、あ、触れられた。うわー、活性高か、もう配色からここ来るべきだった。間違えた、入るとこ。もうこの時間にこんなのってあり？もういいけどさ。ほんとちょっと後悔。まあね、入る気間違えるとこんなもんですよね。ほんと。あー、もう出ないよな。あー。
ね、まだね。あ、来てる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 。やったー。坊主じゃない。やんじゅうげ。やったわ。やったやった。ちょっと待て、いくら食と楽しくしよう。ああ、よかった。よかったわ。本当。次だ。釣れたよ。一匹アマゴ。振り回してるうちにこんなとこに引っかかっちゃった。はい。はい。釣れました。アマゴです。よかった。ヒレピンだね多分。あーでもないか、ホウリっぽい。よいしょ。いやーよかった、坊主じゃなかった。ほんと最初からテランガー入ればよかった。発生高い。来て来た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 、右爪。よし、はい、右爪来ましたよ。釣れた。いやあんまり大きくなかったですけど、右爪来ましたね。今年はね、去年に比べて全然活性高いですよ。あ、うわ、来てた。ああ。去年はね、ほんと、全然、なんていうか、生物感がなかったんでね、この時期。あ、来てる、来てる。来た、来た。ああ、当たった。ああ、活性高いわ。ここだったら数釣れたい。あ、まだ来た。あ、逃げられた。マジか。もう甘がみですよ。腹筋多分できないわこれ。甘がみなんでね、腹筋してもね、多分腹筋できないと思うんだよね。まあお互い下手だな本当。あ、来た来た。あ、まただ。腹筋できなかった。めっちゃ当たってるよさっきから。これを取れないんですよ。もう出ないかな、さすがに。あ、来た。当たるな。面白いね、今年。カミカツラが。
もうダメかな、さすがにもうダメか、さすがにもうダメだろう。何匹溜まってんだこれ。あ、追ってる追ってる、来た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 、3匹目ゲット。3匹目来ましたよ。もうここでラッシュっすね、最後に。ね、3匹目釣れました、アマゴ。いやー、3匹目出るとは思わんかった。こっから2桁とかないかな。ないよな、もうね、4時40分なんすよ。あ、来た。あ、いたな。マジでいっぱいいるじゃん、ここ。あ、また追ってる。あ、もう一匹ぐらい出んじゃねえか、こっから。あ、今、あれだ。なんかアタックしてきてたんだけど、下手くそだった。あ、持ってこないか。ちょろ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 さっきからルアーの周りしてんだよな。釣れない。沈めるか。よし、来た。あ、ダメだった。キープしなかった。あ、ほんとね、お互い下手なんですよね。向こうは食べるの下手、こっちは食わせるの下手。これ手中に上がってたら爆釣だったんじゃない？ああ、もう本当ね、放流っていう言葉に惑わされた。あ、来た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 、よしよしよし、4匹目、あー落ちた、4匹目、あー、まあこれはさっきよりは大きいですね。はい、卵4匹目釣れました。いやー、4匹目も出ましたね。あ、違うか、あれ買ったような気がする。どうせだったらね、5匹釣って帰りたいっすよね。あ、来てる来てる、2匹追ってる。あー、マジか。来てる来てる。
あ、来てる。あ、めっちゃチェイスするよ。投げたらチェイスするって言っても過言じゃないぐらい。過言だ。そこ雪残ってんな、今気づいたけど、そこ雪残ってますわ、まだ、はあ、雪でもそうだよ、ね、あ、当たった、ダメか、ベラベラ釣ったの方を狙っておしまいかな、ここは。あー、よかった、しなくなっちゃいましたね。見なかったか、大事なとこで。お、大丈夫。ARS でだいぶ釣ったんで、最後ちょっとベアトリスに変えて狙っていこうと思います。で、まあ戻りながら狙うような感じですかね。よし、取れるか、あ、取れた、よっしゃ、
来てた。もう増えた。ナチュラルにこうドリフトさせながら、あ、黒い影走ったのか、何か。行ってこないね。あ、来た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 。あ、これ結構いいんじゃない？あ、スレか、これ。あ、バレた。ああ、残念。スレっぽかったですね。ベアトリスね、いいんですよ、結構。体験してきました。本日釣果アマゴ4匹でした。まあ、あのチェイスやら、それからアマガミというかね、ショートバイトやら、これ多数あったんでかなり楽しめましたけど、ちょっと悔やまれるのが、最初からテラタニガ入っておけばよかったです。本流ダメですね、全然。今日はね、かなり暖かくて、まあ過ごしやすい日だったんですけども、まあ上桂川の方はまだね、ところどころ雪残ってます。谷の奥とかまだ結構残ってる可能性あるんで、まあ来られる方は気をつけてください。本流はね、ダメだったな。ここでね、あんまりね、おいしい思いしたことないんで、本流は。で、あの、一応放流魚、あの、放流してくれてるんですけども、小さいですよ、サイズが。なので、まあ、あんまりね、あの、持って帰れるようなサイズじゃないんで、残念ながら。まあ、あれでしたね。やっぱり上桂川の魅力はやっぱり支流ですね。まあ、たくさん支流あるんで、ね、まあ、特にもう夏ですね、6月の鮎解禁以降は今年も支流が中心になると思うんですけども、まあ、今年はちょっと期待したいですね。去年よりかなりいい感じなんです、手応えは。疲れた。まあ、次回ちょっと上桂になるか北になるか分かんないですけども、次回も頑張りたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回も頑張ります。2日連続釣りはちょっと結構疲れる。